こんにちは、参議院議員の西田昌文です。今日は7月の15日、であります。今日はですね、3連休のということで、京都市内は多分ですね、祇園祭でたくさんの人が訪れておられると思います。そういう状況ですので、我々参議院選挙の候補者たちはですね、大概まあ京都市内に、街宣車で回ると皆さんのご迷惑になりますんでね、軍部の方に出かけてるんですけれども、今日は、京都府の京丹波町、昔の瑞穂町というところに、お邪魔しています。後ろに映ってるのはですね、ちょっとこれはこうやれば見えるでしょうかね、綺麗な池になってるんですけれども、実はここはですね、聞いてますと、農業用のため池だそうで、たまたま、夕ご飯を食べてこれから、演説会に出かけるんですけれども、その入った宿舎がですね、こういう綺麗な池の前の部屋を撮っていただいたので、今日はここからビデオレターを送りたいと思います。さて、京都の私の選挙区ですけれども、まあ、自民党、私と民主党、それから共産党、この三つどもえの戦いだということなんですね。それで、まあ、民主党の方々は共産党には絶対にですね、議席を渡してはならないと、ということで、まあ、保守系の方々に様々なところにですね、共産党に渡すととんでもないことになると言って、彼らは支援の要請をしているようなんです。それはそれで、私はもし逆の立場であればそういうことになるんで、それは仕方ないんですけれども、ただですね、私は、共産党と民主党を比べたときにどちらがデタラメだったのかというと、はっきり言って民主党の方がデタラメだと思いますよ。と言いますのは、共産党の方々ともですね、私は府会議員の時代からよく議論しましたけれども、まあ、彼らもまあ、はっきり言ってデタラメだと思うこともたくさんあります。例えば、まあ、軍隊はいらないと、自衛隊はいらないと、で救助、平和憲法を守るんだと、こういう話なんですよね。でそれは確かに、平和憲法のということを前提でですね、平和を愛する諸国民の公正と審議に信頼をして自らの安全と生存を保持しようと決意したという、まあ、そういう前提があるならですね、共産党の方々が言ってる主張も筋が通ってるのかもしれませんが、現実はそうじゃないんですよね。しかし、まあそうじゃないにしても、彼らはそういう主張をしてますから、例えば、彼らの主張する福祉政策にもっと重点的に予算を配分しろというんだったら、そういうですね、軍事費を減らせばその分が出ますという、そういう提案の仕方をするんですよ。これもデタラメだとは思いますけれども、一応これはですね、予算書に書けるんですね。軍事費、まあ、防衛費を減らして、その分を例えば4兆円あるやつをなくして、こちらの方で4兆円の福祉のお金が使えると、まあ、そういう言い方なんですよね。でこれも全く絵に描いた餅なんですけれども、一応絵に描けているわけですよね。つまり、収支のバランスは一応描けているわけです。ただそれが、食べられないお餅だということなんです。ところが民主党が今まで言ってきたことは、そういうことの次元を超えたデタラメを言ってきたわけですよね。つまり、子ども手当にしても高速道路の無料化にしてもですね、あれもこれもしますと。じゃあ財源はといえば、共産党の場合は軍事費をなくしますという形で言いますが、彼らは無駄をなくしたらできますという言い方をしてきたんですよ。無駄をなくすということは、何かの今やってる予算の支出のどの項目のいくらなくすから、これと大体入れ替わりなんですよね。だからその入れ替わりで減らす部門を明らかにしないと予算書が作れないわけですよ。ところがそういうことを私は何度も予算委員会等々でですね、まだ政権を持ってる間、下野する前の時代にもですね、随分質問してきましたよ。ところが彼らは全くそれには答えませんでした。答えないどころか、そんなことは政権取ればいくらでもできるんだという、本当にデタラメというか、全くこの予算の仕組み分かってるのかねと言いたくなるほどの幼稚でかつデタラメだったんですよ。でそういうことを考えましたときにですね、共産党に取らせたらとんでもないことになりますよというよりも、私は民主党、あなた方が政権取ってとんでもないことをやってきたんじゃないのと。でその反省全くないんですよね。でそのない中で、まあ、いわゆる反共ということを使えばですね、この票が集まってくるというふうに思ってるんでしょうけれども、これ全くの間違いです。でこういう方々がいるからこそですね、我々一番困るんですよ。つまり自民党ももちろん反省しなければならない点多々あったんですけれども、少なくともこういう詐欺的なデタラメですね、実際には絶対できないことをできると言って
自分たちの若さや精神性、そういうものをアピールすることによって票だけ取ってくる。あとは票さえ取れば何でもできるんだというこの思い上がり、デタラメ。で、これが民主党政権の本質で日本を危ういところまで追い込んでしまったんですよ。またそういう方々に私はですね、共産党に取られるよりもそちらの方がマシだなんていうこと自体、私はもう本当にちょっと、そういうことを本気で思っている方のこの頭の中がよくわからないと思いますね。現実が見えてないんですね。ですから今回 の衆議院参議院選挙の目的は、まあ、政権奪還 の、この昨年末 この衆議院選挙の続き、それを完成させるわけですけれども、なぜ我々が政権奪還できたかといえば、民主党があまりにもデタラメだったからなんですよ。そのデタラメ そのあまりにもうんざりしたということが自民党に政権を戻してくれたんですけれども、我々はゲアしている間にいろんな反省、まあ、反省でやってきましたけれども、この民主党に関してはですね、全くその辺の話が未だに見えてきません。一体彼らは国をどうしようとしているのかと、また自分たちがやってきた政策をどのように評価しているのかと、それが全く見えない中でですね、共産党に見えるなら自分に入れてくれというのはいかがなものかなというのを非常にまあ感じました。しかし共産党にも民主党にも入れる必要はないんです。間違いなく私にしては正直に入れていただく方が私は世の中のためになると思っておりますので、ぜひお願いしたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。